なので濡れているように見えるんです。こんばんは。で、パルちゃん、夜に配信やるなんて珍しいじゃんという声が上がっていると思うんですけど、イベントだからです。イベントだからじゃないからとか言い訳しません。イベントだからやってます。こんばんは。なんでイベント中に、イベント中以外に配信をやらないかっていうと、めんどくさいからです。僕、配信は好きなんですけど、長時間縛られることが大嫌いなんです。猫と同じで。だから夜の配信とかあまりやりません。豚なんで。じゃあ休みの日何やってるのと、まあ、気になる方もいると思うんですけど、配信外のね、僕のルーティーンは寝てます。佐藤さちゃんが昼ご飯作ってくれて、ご飯食ってそのまま意識失って寝てしまうと。で、夜にポーカー行くんですよ。まあ赤裸々に語っていこうかな、俺という人間を。夜にポーカーあって、トーナメントのポーカーに出て、その後に帰ってきて、漫画見たりアニメ見たり配信を見たり、そういったルーティンを過ごしてます。重々自適、すごくね、楽してるかのように聞こえますが、いつも大変な思いをしてね、ネタ探ししてるってことだけは分かってください。くだらん人生だね。その通りで、このままでいいのかななんていうことを自問自答するときあるんですよ。だからこのままじゃダメだと思ってます。はい。じゃあそんなことやってて税金払えるのかって話なんですけど、税金払えません。まあ、昨日も発表したんですけれど、210万円の税金の請求が来てます。210万円。僕の今の全財産が、まあ、大体50万、なので160万が足りていないという状態です。ひどい話でしょ。なので、まあ正直言うと、その税金を支払うというのは、その無理難題なレベルまで来ていると。だから、まあ、配信の頻度も今日ね、今月めちゃくちゃ増やそうと思ってます。で、誰かに借りなよって言われてるんですけど、誰にも借りれません。いろんな人に頼って借りているので、なので借りることさえができません。はい。ゼロワンにはもう借りてます。なので、まあそのゼロワンに借りろっていう人はそれは無理なんで、もう言わないでください。自分でやるしかないよ。本当にその通りで。ただみんなに報告することがある。嘘つきたくないからね。僕ね、夜ね、ポーカー行ってるんだよ。トーナメントの、そのポーカーで18日、100万円をね、賞品とするポーカー大会があるんだよ。銀行振込の、それに出ようと思ってる。予選通過してるから D2 なんだけれど、それを取れば税金が楽になる。だからそれに出ようと思ってます。強いのかって言われると、あのね、店員さんと3人でやっただけ。人気ない、なんか人気があるのかわからないけど、 D1 は毎日やってて、で店員さんが手抜いてくれて俺を勝たしてくれたみたいな感じなのかな、わからんけど、まあ勝ったんですよ。はい。なので、まあ正直強くないです、ポーカーは多分。ただ麻雀に関して説明させていただきます。昨日天然ストレートさんから麻雀というね、単語が飛び込んできたんですよ、 LINE で。僕は麻雀のプロの方々を誘わずにぐっとこらえました。麻雀麻雀って来たから、
俺は麻雀って返しました。で、その麻雀に関してやってないです。誰も誘ってない。なぜ麻雀をやらないのか。時間の無駄だから。だから、まあ、麻雀というもうカテゴリーは捨てました。はい。うさこちゃん終わった？うさこちゃんは今日は暴露してたの？チラッと放送してたのは見たんだけれど。今日の夕方ね、6時ぐらいからやってたよね。うさこちゃん、マリオくんの暴露してた？なんでマリオくんの暴露するの？なんていう内容だったの？なんて言ってたの？次はパルパルって言ってた。どうして？俺何もしてないよ、うさこちゃん。君みたいな妖艶で美人でそして可愛い子ちゃんが人の暴露をするなんて似合わないよ。うさこちゃんはずっとお姫様でいてほしい。だからそういったね、心が汚れてしまいそうなものに手を出すのはやめた方がいいと思う。そう思うでしょ。だからうさこちゃんには似合わないって言っとくね。うさこちゃんは心が綺麗だからね、人を落とし入れるとかそういったことをする人じゃない。俺にはわかるんだよ。パルの暴露はでかいって、俺の暴露はマジでないから。だから匂わせてるだけだよ。俺の暴露なんてね、どこを何を暴露するの？ないでしょ、暴露なんて。どこをどう暴露するって？ LINE の中身じゃん。 LINE も俺はその暴露されるような LINE 持ってない。だから多分ゼロワンの借金の金額だったら暴露になるんじゃない？でも本当になんか映画になるような暴露されることはしてないね、田崎大輝は。誓って、パルディスのみんなに誓っています。マジで犯罪はしてません。小田さやちゃんありがとう。昨日小田さやちゃんとベルちゃんの水着配信見ました。すごくね、あのなんかバレリーナやってたのかな、足がね柔らかかったね。あとベルちゃんがパンツ食い込んでてティーバッグみたいになってたね。危ないよあれは、言っといてね。人妻でも燃えるよね。しかも単身赴任でしょ。小田さやちゃんは悶々とするんじゃないかな。だからお店行ったら口説けると思うよ、小田さやちゃんを。やっぱ一人だからさ、寂しいと思うからね。ぜひ行ってください。俺は佐藤ウーサーがいるからね、そんなことはしないんですけれど。はい。で、犯罪はしてないって、俺本当に捕まったことないんだよ。すごいでしょ。だって犯罪をしたことないんだもん。俺は真っ白な経歴なんだよ。だから犯罪者でも何でもないんだよね。人生は長いよ。それはさ、犯罪を犯してしまった人もいると思う、ふわっちにはね、何人か。でも罪を償って出てきてるわけじゃん。もうそこで過去のことは過去でさ、別に水に流してあげればいいと思うけどね。全然さ、そんなもんね、許す許さないなんていいんじゃない？過去は歴史だから、その歴史をどう感じるかはその人次第だけど、でもその人を嫌いになる道理はないと思うよ、俺はね。ユイヤの犯人でも、俺はもしミクちゃんが茶場に出てきて配信やってたら、ミクちゃんっつって花火投げるよ。
花火ありがとう。 A さんありがとうございます。リクちゃんがね、ニコ生でもツイキャスでもフワッチでもやってても、ミクちゃんっつってロケット花火一発投げるよ。出社おめでとうって。ユイガさん殺しちゃったけれど、